北海道ミラトリ町 UFO 謎解きツアー。よろしくお願いします。ですね、急遽調査ということで、ビラトリ町 UFO 謎解きツアーということなんですけども、これですね、ビラトリ町に、今ちょっと廃墟になってるんですけど、ハリオピラという、UFO のですね、そういう施設が実は昔建ったものがありまして、今ちょっと入れなくなってるんですけど、そこのエリア周辺ではなんとこう UFO の目撃情報っていうのが、街の人方はなんとこう当たり前のような感じになっているということで、ですね、その町のですね、取材でなんかこう番組で実はやったものがあるんですね。まあね、なんだかこんだかどっこいしょの、なんだかこんだかどっこいしょの番組、チャーリーポニョポニョの、はい、ね、あれ、はい、なんか、ね、そう詳しくはちょっと、ね、皆さんちょっと探してみてください。なんだかこんだか、はい、でそのチャーリーポニョポニョいる人方が多分アブダクション結構されてるんじゃないかと、ね、いうのも、そう、巧妙的にね、これはね、はい、過去は相当まずいところ、光の存在が今修正に入ってる、はいはい、うん、だからそういうものの、確かなもの、はい、でそのなんだかその施設が建ったってでしょ、うん、あれがちょうど俺が生まれた年なの、生まれた年ぐらいなんですね、はいはい、その周辺をですね、詳しくちょっとツアーとして行ってみようということで、そう、これはね、なんていうの、集約じゃなくて終着じゃなくて、なんていうの、最後の、はい、集大成だよな、はい、ということで日程の方はちょっと急遽なんですけど、4月の20日にですね、実は行きたいと思っております、なので、もし来られる方はですね、まあ前乗りがちょっと必要かなと、19日に来て20日の朝から出て、もう帰ってくるのがもう結構遅い時間になるんですけども、なので21日に帰るということで3日ちょっと必要になると思います、はい、ということでですね、今回は、この調査なんですけど、ちょっと参加費用を設けようかなというところで、まあこれからですね、私たちもちょっと調査にはいろいろこうお金がかかるので、でその、援助を含めてチケット制で、ちょっとやりたいと思います。なので、YouTube のいつものドラゴンストアの方で、参加費用、参加する方は1万5000円の、参加費用と、もし、いや、行けないけど詳しい情報とかが欲しいなっていう方には1万円でですね、いろんな情報、そう、いろんな情報、まあ、その作った資料と、あとは動画などを、作ったものっていうのを、まあ、レターパックでですね、皆さんにお返しするというところで、これからですね、ちょっといろいろ調査っていうのを行うのには、ちょっと私たちもですね、なかなかこう、費用がかさんでいくので、一応こういう形を取らせていただいて、皆さんにちょっと援助をお願いしつつ、ちょっと調査を進めていこうかなと、すいません、考えておりますので、もし参加したい方はそのチケットを買っていただいて、一緒に調査をするというのを行っていきたいと思います。でちょっと急なんですけども、4月の、20日、まあ、もし札幌近郊の方はですね、当日集まっていただいて、ですね、ちょっと行くところがあるんですよね、夜、行く以上は UFO とのコンタクトを取る、参加したい方はぜひドラゴンストアでチケットを買って申し込みをしてみてください。はい、では皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。